こんにちは、森井奈緒です。今日はいい音色を出すためにはというテーマを皆さんとシェアしようと思っているんですけれども、そもそもいい音ってなんだよっていうところなんですよね。でもちろん私の音が絶対正解かって言ったらそんなことはなくって、人それぞれ好き嫌いはあるとは思うんですけれども、ただまあよくコメントいただくんですが、その中で音色について取り上げてほしいっていう声だったりとか、あと音のことで悩んでらっしゃる方も結構いるみたいだったので、今回はこのテーマを取り上げてみようと思いました。なので今日は、まあ、私が普段どんな感じで練習しているかだったりとか、あと今までどんなことをやってきたかっていう経験談だったりとか、そんなことをお話しできたらなと思っています。もしこの動画が役に立ったな、面白かったなと思ったらグッドボタン押してください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。いい音が出ない原因って本当いろいろあるとは思うんですけれども、今日はその中から3つの原因をピックアップしてみたいと思います。私前のレッスンでもなんかね、3つピックアップしてましたよね。なんか3が好きですね。なんか3ってお得な感じしませんか？全然話違いますけど、2色団子だとなんか満足できない感じですけど、やっぱり3色団子になるとすごい満足度が上がるかなみたいな感じで思いますし、あと2個串だとねちょっとなんかね、スケールがちっちゃい感じしますけど、やっぱり3個串になるとね、なんか壮大な感じが増すなみたいな、そんな風に思うんですけど、私だけでしょうか？まあ、それは置いといて、3つの原因を皆さんにお伝えしていきたいと思います。一つ目の原因として考えられるのは、アンブシュアが良くないっていう方結構いるんじゃないかなと思います。で、アンブシュアっていうのは何かっていうと、まあ、Google とかでね、調べてもらったら小難しい説明がいっぱい出てくるので、まあ、そちらの方を見ていただいてもいいかなとは思うんですが、簡単に言うと、楽器を吹く時の、口の形ですね。まあ、スポーツとかに例えると、まあ、走る時のフォームであったりとか、あと、野球だったらね、バットを持って打つそういう型みたいなフォームみたいな、そういうイメージを持っていただいたらいいんじゃないかなと思います。で、口の形ってね、アンブシュアは本当ね、もういろいろね意見があるので、本当一概に私がこれがこうだみたいなことは言えないんですけれども、ただアンブシュアが、まあ、いいか悪いかでやっぱ音色はすごく左右するんじゃないかなと思います。で、実際私の方の体験談なんですけれども、まあ、高校生の時に私は大学受験をするのに個人レッスンをでトランペットを習うことになったんですよ。で、そのトランペットの先生に、まあ、なおちゃんのアンブシュアはあんまり良くないから、まあ、変えた方がいいよっていうことを言われたんですね。で、その当時の私のアンブシュアってどんな感じだったかっていうと、なんかね、すごいまっすぐつけるのがもう大体正解かなっていうふうに思うんですけれども、すごい下唇を巻き込んで、なんか上唇も巻き込んで、なんかこういう巻き込み型の巻き込んでる感じの口をして吹いてたんですね。で、やっぱそうすると息の通りやっぱすごく悪くなるので、結構詰まった音が出てたんじゃないかなとは思います。ただやっぱり何年かそれでやっぱり練習してきてるので、その良くないアンブシュアなりにも結構吹けるようにはなってたんですよ。ただそれを変えた方がいいよっていうことを言われて、まあ当時ねすごい素直だったもんで変えることにしたんですよ。で、先生が言う、これをこういう風にした方がいいよっていうアンブシュア、その当時で言うとまっすぐ唇の真ん中にまっすぐつけてこういう風に吹きなさいねって、まっすぐつけて吹きなさいねっていうことだったんですけれども、まあそれをしたことによって変えたばっかりの時って本当に音が出なくなってしまって、で、それでもやっぱり変えた方がいいっていうので頑張って練習するんですけど、なかなかその変えてしまったアンブシュアでうまく吹けなくて、結局ですね1年ぐらいちゃんと吹けるようになるまで時間がかかってしまったっていうすごい苦労があったんですけれども、やっぱそういうことになることも結構あるので、なんか一概に早く良くないから変えた方がいいよっていうものでもないなっていうふうには思うんですよ。結構ね精神的なダメージがすごかったですね。アンブシュアを変えたせいで今まで老けてたのに老けなくなっちゃったみたいな感じですよ。
本当先生どうしてくれるんだよみたいな、先生のせいじゃないですけどね、本当ねもう泣き虫だったんでね、本当めちゃ泣いてたんですけど、でも結局1年かかったんですけれども、まあ、そのアンブシアを変えたおかげで、まあ、あの息が詰まりやすい口の形をしてたんですけれども、まああの息がちゃんと通るようになって、まあ、音色は格段に良くなったんじゃないかなとは思います。まあ、苦労はしたんですけれども、まあ、結果的には変えてよかったなと今では思ってます。ただやっぱりあの1年も吹けなくなったらやっぱ困るじゃないですか。それこそクラブ活動してる子とかね、あの合奏で音出ないとかってやっぱりシャレにならなかったりするので、まあ、急に変えることを私は推奨しているわけではなくって、ただまあ良くないなとか、あとなんかすごいね、まあ、いろんなアンブシュアがあると思うんですけれど、極端にあの例えば左にマスピースが寄ってるとか、極端に右に寄ってるとか、極端に下唇を巻き込んでるとかね、あとなんか唇の中にマウスピース当てて吹いてるとかね、あのいろんなアンブシュアがあるんですよ。でそれで上手に吹いてる人も実際いるので、絶対間違いかって言ったらそんなことはないんですけど、ただやっぱりまっすぐつけてる方があのいい音が出てる人は多いんじゃないかなっていうのは統計的には思うので、ただ歯並びにもよるんでね、なので本当に一概には言えないんですけれども、まあ、自分がちょっとこのアンブシュアって違うんじゃないかなと思う人はあの少しずつ直すことをおすすめします。なので、ね、例えば、まあ、1日の練習の中で、まあ、10分間だけね、あの正しいと思われるアンブシュアで練習してみて、まあ、それでうまく音が出たらちょっとそのまま練習してみて、でまたあの元通りのアンブシュアで吹いてみて、まあ、いつも通りの練習をして、でだんだん慣らしていくみたいな練習をするのがいいんじゃないかなと思います。私本当急に変えちゃったので全く音が出なくなって本当大変だったので、なんでねそこまでのねチャレンジをする必要っていうのはないんじゃないかなとは思うので、まあそういった感じで徐々にね、変えていくなら変えていくで、まあ変えなくてももしかしたら上手になるかもしれないので、まあ、そこは本当にまあ自分のもう判断になっちゃうんですけれども、まあ、アンブシュアを変えるとまあ音色が良くなることはまあ往々にしてあるっていうのだけはね、皆さんにお伝えしておこうかなと思います。そして2つ目なんですけれども、体に力が入っているっていうまことですよね。体に力が入ってるって、まあ、どういうことかっていうと、まあ、何回も動画の中でお伝えしていますが、肩とか胸とか、あとですね楽器、手ですね、握りしめすぎっていう、まあ、そういうことが原因で音が硬くなっちゃってる人って本当にたくさんいると思うので、まあ、それをリラックスしてね、やるだけで音はすごく良くなるんじゃないかなと思います。もうむしろねアンブシュアよりリラックスの方が大事かもしれないですぐらい、リラックスやっぱりするのって最初は難しいと思うんですけれども、ただ体中全部リラックスしちゃうと音が出ないので、じゃあどこに力を入れるのかって言ったら、まあ、これもね以前の動画で紹介したんですけれども、口の周りの筋肉で支えるっていうところですね。体で支えちゃうと、例えば今ソの音吹きますけど、体で支えるとこんな音が出ますね。身に覚えのある人もいるかもしれないですけれども、まあ、こういう音が鳴るとやっぱり綺麗ではないですよね。なので口の周りの筋肉で支えて、でも唇の真ん中はリラックスしてくださいね。口の周りの筋肉でしっかり支えて、肩とか胸とかも楽にして、手も楽のままにもうリラックスして吹くと、いい音が出ますよねっていう感じで、結構力を入れる場所がポイントなんですよ。全く力がいらないわけではないけど、体には力を入れないっていうのがとっても重要になってきます。最後に3つ目なんですけれども、頭の中でいい音がイメージできていないっていうのもいい音が出ない原因として考えることだと思います。これね、意識できてない人結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、歌をイメージしてもらったら分かりやすいんじゃないかなと思うんですが、やっぱり頭の中に正しい音がないとどうしても音痴になってしまうと思うんですよ。実際やっぱり分かってないことを実際自分の体で再現することってできないと思うんですね。でそれと同じようにトランペットも正しい音が頭の中にないとやっぱりちゃんとした音が出るっていうことはやっぱりないんですね。本当そういう部分では歌とすごく似てるなと思うんですけれども、なのでいい音をたくさん聞くっていうのが一番大事だと思います。私の場合で言うと、自分の師匠がねもうすごい素晴ら
しいトランペット の, あの奏者だったので、その師匠の音をどん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 聞いて、やっぱりいい音だったので、それを真似してっていうことをしていくと、まあ、まだまだ全然ね足元にも及ばないですけれども、でもあの近づいていってるあの実感っていうのはやっぱりあったので、なのであのいい音を、まあ、あの誰でもいいですけど、 YouTube にもねあの素晴らしいトランペット奏者の方たくさんいますので、まあ、その方たちの動画を見ていただくのもいいと思いますし、あとなんかね CD を買っていただいて聴いていただくとか、まあ、そういう風にしてあのいい音に触れるっていうのがすごく重要じゃないかなと思います。でそうすることによって、まあ、いい音のなんだろうデータっていうのを自分の中で蓄積させていって、あの確固たる自分のいい音のイメージっていうのをまあ作っていくと、それをあの実際にあの吹くっていうことにつながっていくと思うので、まあ、それをあのやるのはすごくいいんじゃないかなと思います。なんか一番近道な感じがしますよね。やっぱり目指すものがないとね、あのやっぱそこに到達するのって難しいと思うので、なんかそれはすごく私の中ではおすすめです。まあ今日紹介した3つ以外にもいい音が出ない原因っていろいろあるとは思うんですよ。まあ、例えばあの息がちゃんと出てないとかね、もうそもそも論ですけど、息ちゃんと出さないと音出ないですから。あとあの体がねなんか軸が斜め向いてて、あの片方にすごい力が入ってるとかね、あと姿勢が悪いとか、まあ、いろんな原因があるとは思うんですけれども、まあ、ある程度トランペットが吹けるようになってきて、まあ、皆さんがね結構ぶつかるんじゃないかなと思うものも今日はピックアップしてみました。そしてね、まあ、あの今日紹介した3つを、まあ、私はいろいろやっていくと結構あの音色は改善されていったなっていうのは自分では思うので、よかったらですね役に立ったなと思ったら試していただいたら嬉しいなと思います。でももちろんこれ以外に もういろんな原因が考えられますし、これが絶対正解っていうことではないので、まあ、一つの経験談として捉えていただいたら嬉しいなと思います。さて皆さんいかがでしたでしょうか。今日はあんまりトランペット吹かなかったですけれども、最後までご覧いただいてありがとうございます。またですね、あの皆さんのコメントの中からレッスンの内容も考えておりますので、いろいろねコメント欄に書いてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。森井奈緒でした。